タツタは日本海軍の通報官。官名は奈良県を流れるタツタから名付けられた。さらに官名は長浦丸、長浦と変遷した。1893年、イギリス、ニューカッスルのアームストロング社エルジック工場で、寄港、1894年に竣工し、当初は水雷砲官と称した。月日、英国から出し、 日本に向かう途中に寄港したエ領アーデンで日清戦争勃発のため8月28日に中立国であるイギリスによって抑留された交渉の結果翌1895年に解放され1月20日に出港し3月19日に横須賀に到着したが戦闘には間に合わなかった1898年3月21日通報官に類別 1900年、ワダ団の乱に参加した。1902年から翌年にかけて、クレゾ戦争で主艦を、沿艦から、水管艦,艦に干渉。日露戦争に際しては、第一艦隊第一戦隊所属艦として、旅順攻略作戦、日本海海戦等に参加。1904年5月15日、植来した戦艦、初瀬、八島の救援作業の機と、ノームにより、 旅順郊外の郊禄島南東岸に座礁し、7月16日から8月31日にかけて横須賀交渉で修理を行った。このため8月10日の公開改線には参加していない。1912年8月28日、一等奉還に類別を変更。1916年4月1日に除籍、12月9日、 雑役船に編入され潜水艇母船に指定、長浦丸と改名した。1920年7月1日、特務艇に編入され潜水艦母艇に類別、長浦と改名した。1926年3月12日に再除籍され4月6日に売却された。日本海軍史第9艦第10巻の小艦の召喚履歴及び官報に基づく。 ありがとうございます。